これは人気声優4人がとある学校で試練を乗り越え、お宝ゲットを目指すドキュメントである。これまでに宝へと導くキーワード3つを獲得した4人。家庭科室といったら、次にやってきたのは家庭科室。失礼します。どんな感じ？ああ、家庭科室すごい。あれ、なんか調理する材料が、おお、なんかお弁当箱置いてあります。わー、いっぱいいろいろある。果たしてここで行われる試練とは、うん、あ、映りましたよ。はい、どうも毎度おなじみ大胆くんです。皆さんお待ちかね、給食の時間となりました。そこで男性チーム対女性チーム、進撃巨人中キャラ弁対決を行います。おー、キャラ弁当。皆さんご存知のあの超大型巨人をお弁当というキャンバスに描いてください。判定はもちろんこちらの皆さんが行います。今回は宝探しには関係ないんですが、負けたチームにはお決まりの罰ゲームがあるので、よろしくお願いします。関係ないってどういうことですか？え、石板もらえないってこと？もらえないのに罰ゲームあるんですか？あんまやる意味がね、うん、入るんじゃなかったこの教室。さあさあ、文句は言わずに進撃巨人中キャラ弁対決スタート。スタート。まあ超大型巨人なんで赤色ですね。赤ですよね。大部分の赤を どれでこう埋めるかっていう。明太子敷き詰めた方がこう赤がパッとやりやすいですよね。一方、横でこそこそ話している井上、石川チームは海苔とあとカニカマをゲットしてください。結構なんか味が、はい、カニカマ、海苔とカニカマ、はい。両チーム、どんなキャラ弁を作っていくのか。とりあえず明太子塗りますか。じゃあこれで明太子をちょっと乗せていきますか、はい、料理っていうか工作感が出るよね。そうですね、キャラ弁ってなんか、うん、生々しいですね。かまぼことか向いてるの、ね、確かに。料理するゆいさん、しないです。その話したよねしないんですよね。そうなんですよね、なかなか。いや、なんかお菓子作りの方が。え、お菓子作ってくれるの？好きです。なんていうか、料理は材料が揃えるの大変じゃないですか。わかる、うん、でもお菓子はあの小麦とかって決まってる材料が割とあると作れるじゃないですか、いろんなのが、うんうん、なのでお菓子は昔よく作ってました。へー。あの筋肉繊維がこう見えてるところは何であと表現しましょうかね。そうなんですよね。巨人のディテールにこだわる2人、どんな食材で表現するのか。なんとなくこの縦の筋をこういう、これ使えるんですか。これを並べるっていう良さそうな感じはするんですけど。あ、これ頭のところに。そう、歯にできそうか。あ、確かに。それ切って歯にしましょうか、ね、手に取ったのはナルト。こうして、はいはい、歯の形に、ほら、歯っぽくないですか。あ、歯っぽい。ぽいですよね。これぽいですね。これいいアイデアじゃないですか。いいですね。グッドアイデア連発だね。さすがちゃんかじ。一方、女子チームはこんな感じにしようかなと思ってるんだけど。はい。じゃあここ全部、あれどうなるんだっけ。こっちはここにブロッコリーになるんだ。そうこうなる。ちょっと全く巨人に見えないけど本当大丈夫？そして超真剣に卵焼きを焼いたり、人参をきれいに並べたり、肉を切ったり、海苔をなぜか人参に散りばめたりして調理に没頭する両チーム。ついに誰も喋んないですけど意外とこうなんか集中すると難しいですよね。この時が来ましたけど、うん、
果たしてどんなキャラ弁が出来上がるのか。ドーンガチャ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 ドーンガチャ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 今日もサシャさんが一人で丸々してみたーっていうことになります。お詫びの印に頭にかぶせさせていただきます。いきますよ。うまくいかなかった。申し訳ありません。じゃあこれで今回はね、私と巨人くんでなんと漢字の対決をさせていただくそうなんですよ。勝負です。よろしいですか。とにかくもう一気に始まりますんで、もうびっくりしてください。もうびっくり。難しい感じじゃないですか。